まだ起きるなよ。嫌だよ、キイ。どういうつもりだよ。やめろよ。嫌だなんて言わせない。今分かった、タクミ。この方がいいんだ。タクミだって分かってるはずだ。こうするのが一番いいんだ。俺じゃダメか。俺に抱かれるのはそんなに嫌か。ギ、ダメ。してるんだ、たくみ。この人はギーだった。たった一人、無条件で僕を大切にしてくれる唯一無二の人なんだ。葉山直人、僕のお兄さん。生きていたら22歳になる。3年前入院していた病院で死んだんだ。一日中雨の降る林を傘もささずに裸足でさまよっていたんだって。兄さん、ギーに似てた。タイプはまるで逆だけど、勉強もできて、体力はないけどある程度のスポーツもこなしていて、人望もあった。そんな兄さんを両親はとっても可愛がっていたよ。僕なんか眼中にないくらい兄さんに心をかけていた。でもおかしくなってった。兄さんが中学に入学する年、ちょうど僕は小学2年生で、その頃から兄さんは僕の体をあちこち触りたかったんだ。
抵抗しなかったのか。しなかった、できなかった。体力的に不可能だったのも悪いけど、それだけじゃなくて、兄さんは僕の救いだったんだよ。兄さんの口から僕の話題が出る時だけは両親は僕に心を向けてくれた。それが本当に嬉しかったんだ。兄さんはそれを利用したんだ。そしてあの日が来たんだ。今日みたいに鬱陶しい梅雨の一日だった。ちょうど母さんは買い物に出かけたばかりで、兄さんはここぞとばかりに僕を布団の中に引きずり込んだんだ。そしたら財布を忘れた母さんがその最中に帰ってきてしまったんだ。それで兄さんはどうしたと思う？匠をかばうわけないよな。うん。僕は兄さんを誘惑した変態者扱い。僕は反論する気さえ起こらなかった。でもそれから1年後、両親も気づいたんだ、兄さんの性格異常を。両親は世間体を気にして、兄さんは実家からうんと遠い山奥の病院に入院させられた。その後両親は本当のことを知ったけど、僕はもうその時からどうでもよくなってたよ。何もかも諦めることが僕の生きていく術だったから。恨んでるのか今も。嫌いになった？俺、愛してるって言わなかったか？